フェリングフランツミュンテフェーリングは、ドイツ社会民主党の政治家。連邦議会議員労働、保険社会省、スピード連邦事務局長、交通、建設、住宅省、スピード幹事長、スピード連邦議会議員団長、スピード党首、連邦社会労働省兼副首相、2005から2007年、お歴任。ノルトベストファーレン州、ネハイム生まれ。父は農民。 宗派はカトリック。ミュンテフェーリングは現在ドイツの国政第院線選の政治家の中では、党官僚としての下からの叩き上げ組に属し、ズンデルンの国民学校卒業後、職業訓練を受け、その後薬金工場で事務員をしていた。1966年、スピードに入党。1969年に、ズンデルン市議会議員。1975年に、 ドイツ連邦議会議員に初当選。その後は、社会、労働分野でキャリアを重ね、1992年には、当時のヨハネス・ラウエ・ヌ・ R.W. 州首相のもとで、州労働、保険・社会省に就任。ミュンテフェーリングの実務能力、調整能力に注目していたラウは、当時の党首であった、ルドルフ・シャーピングの補佐役として、連邦事務局長に1995年、 就任させた。1996年、NRW 州議会選挙で初当選。ラウが1998年の連邦議会選挙を前に、スピード内部の世代交代を印象付けるために、NRW 州首相、スピード同州支部代表の座を退くとミュンテフェーリングは、支部代表にもつくことになる。NRW 州は、スピード最大の評伝である。 ルール工業地帯の労働者を抱えると同時に約1800万というドイツ16州最大の人口を有し、また1966年から2005年までスピードが州政権を主導し、スピードの心臓と言われた。ラウがジャーナリスト出身で経済界よりのクレメント2002年から2005年、シュレーダー内閣1998年にミュンテ・フェーリングは同時に 連邦事務局長として、連邦議会選挙の選挙対策本部、カンパを実質的に指揮する。同年の連邦議会選挙でのスピードの勝利で、ミュンテ・フェーリングは選挙の達人としての評価も得ることになる。シュレーダー政権発足時、当初のオスカー・ラ・フォンテーヌ党首の構想では、連邦議会に復帰したミュンテ・フェーリングは、連邦議会議員団長に就任し、議員団、内閣、 党のパイプ役を務めるはずであったが、下からの叩き上げ組であり、ミュンテフェーリングを、サハイコール・ラ・フォンテーヌ派とみなしていた、シュレーダー首相がこの人事を飲まず、交通、建設、住宅省に就任することになった。1999年に、ラ・フォンテーヌが政策の対立、権力闘争に敗れ一切の政治上の職務を辞任し、シュレーダー政権のネオリベラル路線が明確になると、 同年秋の5週の衆議会選では、スピードはいずれも惨敗を喫する。事態収集のために、シュレーダー党首は、幹事長の地位を新設し、政権発足当時は、自派とはみなしていなかったミュンテフェーリングを、幹事長とする。ミュンテフェーリングの実務能力、調整能力とその後の国政最大野党である、ドイツキリスト共民主同盟の闇献金疑惑の発覚もあり、 シュレーダー政権は安定化に成功する。2002年の連邦議会選挙で、シュレーダー政権が新勝するとミュンテフェーリングは、連邦議会議員団長に就任。2003年に発表された、社会給付の大幅な切り詰めを主な内容とする、労働、社会保障改革案、アゲンダ2010で、シュレーダー首相が不人気に陥ると、2004年、シュレーダー首相は当主を辞任し、 3月21日の臨時党大会でミュンテ・フェイリングが党首に就任した。ミュンテ・フェイリングはアゲンダ2010党に飲ませるために尽力する。また、この頃から左派ではなく改革派の政治家として評価されるようになる。しかし、翌年9月の総選挙でスピードは連邦議会第一党の座を失い、シュレーダーは首相を退任。党立て直しのために、 ミュンテフェーリングが幹事長に推薦したかよ、バッサー・ヘイフェルが、党幹事会の決選投票で落選し、左派のアンドレア・ナーレスが当選すると、ミュンテフェーリングも11月に党首を辞任した。しかしセリスピードの大連立によるアンゲラ・メルケル、内閣には連立協定に従って、入閣、副首相と労働大臣を務めた。しかし2007年11月13日、 家庭の問題を理由に副首相と労働省を辞任した。2008年8月、夫人の死を見届けた数日後に総選挙を控えた党を支援すべく政界復帰を発表。クルトベック党首の下で支持率低迷を続けていたスピードの救世主と期待されている。同年9月にベック党首が突然辞任したため、10月18日にベルリンで行われた。 臨時党大会で公認党首に選出された。しかし2009年ドイツ連邦議会選挙でスピードが歴史的大敗を喫すると11月に開かれる臨時党大会で党首選に出馬しないことを表明し党首職を隕石辞任した。2013年ドイツ連邦議会選挙には出馬せず政界を引退した。トレードマークが党のシンボルカラーである赤い色のマフラーであることが 象徴するように、ミュンテ・フェーリングという政治家の特徴として第一に、党への忠誠心の厚さが挙げられる。実際、シャーピング、ラフォンテーヌ、シュレーダーという政策的には異なった三代の党首の下で働いており、ミュンテ・フェーリング自身は最初は、左派とされながらも、政策的には右派であるシュレーダーが安心して、党の養殖ついには、 遠首の座につけることになったのはこの忠誠心があったからである。党の兵士、重鎮となってからは将軍と揶揄されることもあった。また、左派の党首と右派の首相という二人三脚が、ラフォンテーヌとシュレーダーでは機能しなかったのに対し、ミュンテフェーリングとシュレーダーではそれなりに機能していたのは、ミュンテフェーリング自身が首相にとって変わろうという野心を持っていなかったためで、 ある。第二の特徴である実務能力、調整能力の高さは彼の出身に主に由来する。1992年から1998年まで、ミュンテフェーリングはスピードベストファーレン西部地区の代表職も務めており、地方政治と労働組合にしっかり軸足を置いていた。また演説もこったレトリックよりも短く単純な文が多く、庶民や一般党員。 労働者層にも分かりやすく、彼らが、俺たちの代表フランツ、俺たちの仲間の一人フランツとして接する点に、ミュンテフェーリングの強みがあったと言える。同じ政策でもシュレーダーが述べた場合と、ミュンテフェーリングが述べた場合で等の温度が変わったのは、この点に由来し、逆に言えば、スピード外部の人間には、ミュンテフェーリングの魅力はなかなか理解しづらい。スピード投資時代の年月、 投資ファンドの行動を批判して、稲子のようだと比喩し、メディアや政界で議論を呼んだ。最初の結婚で事情を設けるが、離婚。1995年に、同じスピードの政治家だったアンケペトラ夫人と再婚した。夫人は闘病生活の後2008年7月31日に死去した。1969年生まれの下の娘は、作家として活躍中。 2009年12月40歳年下のスピード所属の政治家と再婚した。ありがとうございます。